手鍵盤の例。現代の代表的な鍵盤楽器であるピアノの鍵盤ボタン式鍵盤の例鍵盤楽器は鍵盤を操作することによって演奏する楽器の総称である。オルガン、チェンバロ、ピアノなどが代表的な鍵盤楽器である。九百八十年代以降はシンセサイザーなど電子楽器としての鍵盤楽器も 一般的になっている。15世紀に描かれたポルタティフオルガン鍵盤楽器といえるもので最も古いものは紀元前3世紀頃に発明されたヒュドラウリスである。ヒュドラウリスはその後ヨーロッパにおいてオルガンとして発展し11世紀にテオフィルスが書いたオルガンの機構図には並べた平板をそれぞれ前後させて操作する様子が見られる。12世紀頃に書かれた ハーディング聖書の挿絵には、上下に作動させるスライダーが描かれている。より複雑な楽譜や音楽を演奏するためには、鍵盤の形状、配列の工夫や小型化が必要であり、手や拳などによる一動作によって一音を、そうするよりも、指一本ずつによってそうする形となった。中世の総楽図からは、横に並べられたボタン上のキーを押し下げて発音させる。 楽器になっていったことを見て取ることができる。15世紀のヘントの祭壇画では、ほぼ現在の形の鍵盤を見ることができる。オルガンの手鍵盤が、現在のものと同様な形状に、ほぼ定着した頃には、弦を利用したクラビコードやチェンバロといった鍵盤楽器も一般的になっていた。また手鍵盤の補佐のために、足で操作する鍵盤も考案され、 小型のボタンやペダルの配列などによる様々な形状の鍵盤が作られたが、最終的には手鍵盤と類似した棒が並んだ形状の大きな足鍵盤が設置されるようになった。ありがとうございます。